Partitito. NTM. この家の中からか？様子を見てみた方が良さそうだな。邪魔するぜ。頼む。誰か助けてくれ。大丈夫か？助けに来たぜ。頼む。誰か助けてくれ。おい、どこにいるんだ。場所を教えてくれ。頼む。誰か助けてくれ。うん？もしかして声の主はこいつか？頼む。誰か助けてくれ。うわ、やっぱそうか。しかし妙な機械だな。どこかとつながってんのか？いえ、喋っているのはその機械そのものですよ。あんたは？はじめまして、オードリーと言います。俺はパルテティオ、よろしくな。私はこういった珍しい品物を専門に商人をやっています。これは都会の発明家から買い取った会話記録機というものでして。へえ、会話記録機ね。ええ、名前の通り記録した会話を再生する装置です。なるほどな。だからあんたの声がしたわけか。すみません、驚かせてしまったようで。いや、本当に助けを求めてたわけじゃなくて何よりだ。実は助けを求めてるのは事実でして。え？これをどう売ってよいものやら途方に暮れてるんです。それでたまらず心の叫びを吹き込んでいました。売れないのかこれ。なかなか面白い機械だけどな。みんな最初は珍しいと興味を持ってくれます。ただ記録した声を繰り返し聞いて何の役に立つのかと問われると。確かにすぐに飽きちまうかもな。そうなんです。覚書代わりに使うことを提案してもみたのですが。紙に書いた方が早いし、その用途には高価すぎるってわけか。よくお分かりで。まあ俺も同業者だからな。あなたも商人でしたか。道理で鋭いわけです。私は珍しいものには後先考えず飛びついてしまう性分でして。いやはや、パルテティオさんの慧眼が羨ましい限りです。なあオードリー、
空っぽの箱と宝石が詰まった宝箱、同じ値段だったら売れるのはどっちだと思う？それはもちろん宝箱の方でしょ。だったらそいつにも宝石を詰めて売ればいいんだよ。会話記録機に宝石を？ああそうだ、繰り返し聞きたくなる音楽って宝石をな。音楽を詰めて、なるほど。確かに素晴らしい音楽は何度だって聞きたくなりますね。だろ？あ、いや、しかし残念ながらこの町に楽器が得意なものは。だったら俺が演奏家を雇ってきてやるよ。よろしいのですか？ああ、旅のついでだ、任せとけ。ありがとうございます。では、私は早速音を取る準備をしておきますね。頼んだぜ。さて、どんな演奏家を連れてくるかな。一曲だけじゃ物足りないから何人かに頼みたいとこだが、そうだな、三人ぐらい探してみるか。How the fuck did I gonna find the musician? Three of them?Who are you again? Three of them, huh? From a Ganad town, I guess?Damn, so far though. これでどう？ This is part.Superior jerky. 19k to hire this. God damn it, dude. Party first. Asphalt, I guess. Door. It's a villager, huh?
どれ。お。どれ。He used to be a musician. どれ？尋問の さてと、拝見します。デカラ、いや、これはこれは、行きますか。それやれやれ、拝見します。ファイル、いいでしょう。はぁ、Can I just kill him? はい、さてと、やっかか、行きますか。いやら、運もあがない。ほら、カルシングテクニック、なるほど。Do musician band dance? Do it. Nope. Fuck.Where the fuck do I find musician? This is Mon Wise.Maybe here. No, 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 no. This is Paula.A lot of soul actually. Marichin! Gardener.
I give up. I try something else. What? What do you need in here? Casty. Thief Casty, huh? Sure. $3,000. Oh, I got new ring. This is minus equation, huh? Sure. ここがウィンターブルーム。医療日誌によるとこの町に来たことがあるみたい。記憶にはないけど、なんだかホッとする。おやおや、まあまあ。キャスティ先生、キャスティ先生じゃないか。何の騒ぎだ。帰ってきたんだよ、キャスティ先生が。キャスティ先生。お帰りなさい。みんな待っていたよ。私をご存知なのですか。何言ってんのさ、恩人を忘れるもんかい。ごめんなさい、私記憶をなくして。この町に来たら何か思い出せると思って。だったら俺らに何でも聞いてくれよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。皆さん、ありがとう。先生に聞かれると何でも喋っちまうぜ。でも先生のことはローサ様が一番知ってるよ。ローサ様。この町の領主様さ。お屋敷は町の北西にあるよ。ご親切にありがとう。早速行ってみるわ。
まあ。これはこれはキャスティ様。この人も私のことを知ってる。突然失礼します。ローサ様にお会いしたく。町の者からも聞いております。ささ、どうぞ中へ。ありがとう。どうかそのままで、ローサ様。ローサでいいわ、以前のように。記憶をなくしてしまったそうね。それより薬を。大丈夫、薬ならあるわ。この薬を作ってくれたのがあなただったのよ。私が？不治の病にかかり、何人もの薬師がサシを投げた。でもあなたは違った。命の恩人よ。そうだったの。聞かせてくれてありがとう。少し見ていいかしら？薬で緩和されているけど、全身に麻痺の症状が出ている。このままでは一月と持たない。分かってるわ。私の命はあとわずかしかない。でももう少しだけ生きていたいの、ローサ。お母様、薬を持ってきたわ。キャスティ、お久しぶりです。ローサの娘メリアよ。今でも毎日薬草園から薬を取ってきているわ。薬草園？キャスティが作ってくれたのよ、お母様のために。今のローサに合った薬が作れるかもしれない。薬草園を見てもいいかしら？ええ、もちろん。薬草園は屋敷の脇よ。先に行って鍵を開けてるわね。ローサ、ゆっくり休んでいて。キャスティ様、ローサ様のご容体は？正直に言うけど、長くはないわ。でも必死に生きてる。かろうじてつなぎ止めるように。ローサ様がご無理をなさるのは家督のためでしょう。メリア様は11歳、12歳になると継承権を得ます。しかしその前にローサ様が亡くなると継承権は別の親族に移ります。ローサはメリアに家督を継がせたい。だからメリアが12歳になるまで生きようと。私が薬を作ってみるわ、羊さん。ローサの願いのために。
よく育っているわね。キャスティに教わった通りお手入れしてるから。メリアはお母さん思いね。お母さんに薬を作りたいの。いくつかもらってもいい？もちろんよ。ローサの衰弱は進行して麻痺が出始めている。あの薬草の方が効果があるわね。ウロシズメの葉、スノーグラス、それにブラッドベリーの実ね。メリアに場所を聞いてみましょう。ありがとう。これでよし。ありがとう、メリア。ねえ、キャスティ。お母様は、もうすぐ死んでしまうの？薬師として、嘘はつけない。ごめんなさいね。いいえ、ありがとう。覚悟はしていたわ。ずっとお母様のそばにいたから。お母様は病気になっても町のことを何より考えているわ。私がその後を継いでお母様を安心させてあげたい。でも早く12歳にならないと。ごめんなさい、私ったらこんな話。いいのよ、メリア。あなたの願いは私が叶える。さあ、一緒に薬を届けに行きましょう。グレック、何の用かしら。失礼しちゃうな、見舞いに来てやったのに。おや、こないだより悪くなってるんじゃないか。いい加減楽になりなよ、僕に家督を譲ってさ。誰だお前。キャスティよ、ご存じないかしら。キャスティ。思い出した、お前はエイル薬師団の。薬を作ったって無駄だぞ、どうせローサーも。グレック、それ以上の無礼は許さないわ。なんだよ、いきなり。お話があるなら、当主の名代として私が聞きます。
睨むなよ。今日のところは帰ってやるよ。僕は大事な客人だろ。見送りくらいしてくれよな。わかったわ。私がして差し上げます。メリア様。いいから私に任せて。クソ、なんでこんな時に来るんだよ。ごめんなさい、グレッグは私のおいでね。悪い子ではないのだけど、この町を変えたいと考えてるの。でもあの子のやり方は強引で、町の人の生活を無視している。だからメリアに家督を。ごめんなさい、少し疲れたみたい。ローサ、新しい薬を作ったの。今用意するから。これを飲んで。ありがとうキャスティ、だいぶ楽になったわ。あとはゆっくり休んで。眠れば薬の効きも良くなるから。キャスティ、あなたは変わらないわ。あの言葉、一人でも多くに救いの手を、だったわね。記憶をなくしても、あなたはあなたのままよ、キャスティ。ローサ、キャスティ様。屋敷の前にこの手紙が。手紙？薬師へ、メリアを誘拐した。返してほしければ一人で盗賊街の酒場に来い。これは。屋敷中探しましたが、メリア様の姿はありません。ってことに。羊さん、盗賊街の酒場って？町の北側ですが、あの辺りは危険です。まさか。メリアは私が助けに行く。しかし。ローサのそばにいてあげて。大丈夫、私なら心配いらないわ。キャスティ様。
それ以上近づくなよ。メリアに何をしたの？少し薬で眠ってもらっただけだよ。僕さ、暴力って嫌いなんだ。こんな真似をして私に一体何を望んでいるの？簡単なことだよ。ローサの治療をやめてこの町を出て行ってほしいのさ。あなた、そうまでして家督を？僕はね、クロックバンクのようにこの町をすっごい町にしたいんだよ。でもローサは頭が固くて全然話を聞いちゃくれない。だから僕が領主になれば町を変えられると思ってね。ローサは今も必死で病気と戦っているのよ。だからだよ、悪化する前に僕に家督を譲って休めばいい。ローサにもそう説得してるんだ。だから今は邪魔しないでくれよ。君が黙って出て行ってくれればメリアはちゃんと返すよ。黙って聞いてりゃかったりーな。要するにこの女追っ払えばいいんだろ。もっと手っ取り早い方法があるぜ、お坊ちゃんよ。何する気だ。女次第だぜ、金を取られたいか命を取られたいか。やめろ、立ってるだけでいいって言ったろ。あなたたち今すぐ出て行けば見逃してあげるわ。ニック、マック、へい。出て行くのはあんたの方だ。金目のものを置いてな。メリア、待っててね。おや、熱い。行っといで。いざ。Okay. Last word. Ice. 400. Yeah.行くわよ。斧の一戦。Nope. さあ、行こう。I gotta break him. 行っといで。今だ。Alright. 行くぞ。But this one's problem.You know what? Thanks for the play. Hey! Let's go. I'm going to heal the wound. Sorry, Temenos. How are you? Back! Okay. Holy shit.Kita lihat ke Hikari later. Fuck. Maybe he need to win? I don't know. This is... ちょっと痛いわよ。今よ。
It does. Oh, I want to try this. Single foe, huh? 30 SP. This should be good. 体験賞ブランドよ。 10K! 来た来た。よいしょ。All full three times. Right. 中央城。ドレファンタの。さて。ชื่ออะไรกันได้ครับมิก突撃弾開始さてと傷を癒したごめんなさいねいいでしょう。Actually, I want to buff. せなる盾よ。さあ、行こう。行くわよ。あ。突撃だ。ここからだ。よし、行くよお前たち。勝天承知。Can I kill him? Break. Oh shit, Hikari doesn't have SP. Gizo.Three hit and then sword. Oh no, it's dead. Not dead. Hopefully, I didn't die. Say, not a tattoo.Oh, that's it? いいでしょう。祈るなら今ですよ。それ、どうですか？ここからだ。Buff now. Go ahead later. さあ、行こう。獲物は逃がさないよ。私のバット、メディアを返しなさい。
体験します。アイス。どうしようかしら。救いの手を冷やしておくわね。私の演目主王女ドレファントよ。ほよお。どっせー。ワイショットエンキいざ。ミッキーガイ。こちらの番だな。サミダレジお前が私の獲物だ。どっせー。私の番だ。突撃弾行くぞ。サミダレジ He just refused to die, huh? Really?聖なる神よ。聖なる籠があらんことを。僕はこんなつもりじゃ。私にあなたを裁く権利はないわ。だから自分が何をしてしまったのかしっかり反省してローサと話をなさい。メリア、怪我はない？大丈夫よ。ありがとう、キャスティ。さあ、帰りましょう。お母さんが待ってるわ。ありがとう、キャスティ。なんとお礼を言えばいいのか。お礼には及ばないわ。当然のことをしたまでよ。さあ、薬を飲んで。今度は安心して休むのよ。
リリー。はっ。グレンビル家への忠誠に感謝します。ローサ様。グレッグ。なんだよ。この町を頼んだわよ。メリアと協力して町の人の声を聞いて、ゆっくりと町を良くして。良くする。だからローサも一緒に町を見てよ。ありがとう、キャスティ。ローサ、何かを話したそう。聞き出してあげましょう。ねえキャスティ、私はもう少し生きることができるかしら。あの子の誕生日まで。気を強く持ってローサ。メリアに後を継がせる、それがあなたの願いでしょ。でもそれは当主としての私の願い。え、私の本当の願いはあの子の幸せよ。本音を言うとね、家督なんて継がなくてもいい。一日でも長く生きてあの子の誕生日を祝ってあげたい。ただそれだけなのよ。ローサ、ありがとう。あなたのおかげよ、キャスティ。いいえローサ、あなたの力よ。これもらってくれる。幸せのブローチ。これお母様の。ハッピーバースデー。はい、メリアは幸せです。名にふさわしい立派な領主になります。だから安心してね。メリアったら、いつの間にそんなに大きくなったの。ありがとう。この薬草園は守っていくわ。
町のみんなのために。メリアはもう立派な当主ね。そういえばトルーソーさんはどうしてるかしら。トルーソー、あの方も本当に優しかった。また会いたいわ。トルーソーさんのことまだ思い出してなかったの？初めて聞く名前ね。一体誰なのかしら。僕の妹は天命だったんだ。お母さんまで死んじゃったら、私大丈夫だよ。メリア、君のお母さんはきっと良くなる。僕がついてるからね。富士の病だ。駆け出しの僕には、くそ、僕はなんて無力なんだ。あなたたちはエール薬師団よ。ローサさんを救いに来ました。一人でも多くに救いの手を。思い出した。一人でも多くに救いの手を。それがエール薬師団の信念だった。そしてこの町で出会ったトルーソーという青年は誰。ダメ、思い出せない。何かとても大切な記憶のはずなのに。ダメ、考えているだけでは前へは進めない。進みましょう、記憶を取り戻すために。サイの町、そしてウィンターブルーム。医療日誌に記された
記憶への道しるべ。それをたどり、思い出せたのは。エール薬師団として活動していた時のこと。そしてあの、あ、マレーヤ、どうしてここに。私、あれから少しずつ思い出したの。あなたと私は以前にも会っていた。ああ、そう。私はあなたと同じエイル薬師団だった。教えてマレーヤ、どうして他人のふりをしたの。ねえマレーヤ。私は答えることができない。ヒールリークスの村。ヒールリークス。今の記憶は。そこであなたを待つマレーヤ。ヒールリークス。エール薬師団はそこにいるの。そこで何があったの。ダメ、思い出せない。行かなきゃ、全て思い出すために。